so long. I've been trying to get you out of my head. Oh yeah, but somehow I always seem to wake up in your head.皆さんこんにちは。今日は8月11日夕方6時ジャストです。はい、今日はね、久しぶりに真夏日で、今6時だけど32度あります。めっちゃ暑い、嬉しい。昼はもっと暑かったみたいなんですけど、今日は私も昼は家から出ずにお家でいろいろ作業をしてました。今日はね、めっちゃ久しぶりに短パンにお腹出しやってるんですけど、もうそれでも暑い。嬉しい、久しぶりの真夏日の体温、気温。明日、明後日も35度ぐらいまで上がるみたいで、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、という今日はお友達に誘われて、なんかジャズのイベント、その友達の知り合いの方がジャズの演奏をするから聴きに行かないって言われて、そうでちょっと紹介したい人もいるからというわけで誘っていただいたので、ちょっとそのイベントに行ってこようかなと思います。めちゃくちゃ久しぶりにブルックリンの下のあたり、下って言っても下ではない、プロスペクトパークっていう周辺なんですけど、ブルックリンがこうあったら、今私ここら辺で真ん中ぐらいかなの辺りまで、久しぶりに G トレインで20分ぐらいかな下ります。暑い暑い、それにしても。というわけで多分2人ぐらいは初めましての方がいらっしゃるので、めっちゃ緊張してます。めっちゃでもないけどちょっと緊張してます。はい、というわけで行ってきまーす。電車来そう、よかった。着きました、プロスペクトパーク。いやさ、電車が初めからもう10分ぐらい遅れちゃって、そして乗ったらなんと5駅ぐらいぶっ飛ばして、普通電車なのに嘘でしょって思って、これはどうしようと思って、また次5駅ぐらいぶっ飛ばしたら私の降りた駅、今ここなんですけど、ぶっ飛ばしちゃうと思って、一世一代の賭けだと思って降りたんですね。そしたらさ、なんと次から一駅一駅止まってでまた違う電車に乗り換え、じゃあようやく着きました。さあどこだどこだ、へーと、めっちゃ近くなはずだけど、どこだ、こっちだ。どこだろう、バーバーの近く。久しぶり来たな、このプロスペクトパークあたり。どこだろう、バーバーの近く。やばいね、犯人集合なのに20分も遅れちゃいました。ああ、もう電車嫌い。どこだ、あ、あれあれ、反対かな。また反対に行ってました、あっちだ。はい、というわけで今からそのジャズイベントの前にご飯を食べようって言われたので、ベトナム料理屋さんかな、そう、そこに集合ねって言われましたので、そちらに向かってます。言われましたのでって変な敬語。はい、いいね。この辺もなんかまた違う、私の近所とは違う感じで緩やかな空気が流れていて、なんか素敵ですよね。歴史ある街並みって感じで、家たちがねすごいよね。ブラウンストーンがたくさんあって、これかな、美容室バーバーの横。こっちな気がするぞ。朝からベトナムハノイのここです。美味しそうに見せる。というわけで、お知り合いじゃないな、もう紹介してもらって友達になったので、友達の方のジャズライブイベントに行ってきました。そこで今日何人と知り合ったかな、5人の方とお友達になることができて、めっちゃ話も合うし、同じぐらいの、もうちょっと上なのかな、まあ、そう年齢は別にいいんですけど、まあ、あと自分で女性だけど自分でビジネスをされてる方々ばっかりだったので、もうねめちゃくちゃ刺激を受けまくりました。本当にそう、やっぱ、そういう人たちと一緒にいて、いろいろ刺激をもらって、自分もこうなりたい、ああなりたいって言えるように。そうだし、なんかもっともっと私もこの街で頑張るって言い方はあんま好きじゃないけど、もっともっと自分のいいところを伸ばせたらいいのかなってめちゃくちゃ思いました。あとはやっぱ英語ね、ほんと英語の問題、もうそこだけはねちょっと本気でねどうしようって感じなんですけど、でもね今日ねそう誘ってくれて、そのイベントに行ったことでこうやって縁もつながって、なんかね、このなんて言うんだろう、やっぱ世界が広がりますね。私結構今まではこうなんだろう、日本人のグループとかコミュニティがあまり苦手というか苦手だったんですけど、そうでもなんか同じ年代、まあ、同じというか、まあそうなんだろう、志があるこうビジネスされてたりとか、フリーランスの方だったりとか、なんかそういう方のつながりはやっぱ今後私にとっても必要なんだろうなってすごく思いました。やばい、ネズミがいる。ついていこう。そう今ネズミが2匹ぐらいドーンっていった。そうなのでまたちょっといろいろアンテナを張りつつ、もっともっと外に出たいなってめちゃくちゃ感じた今日でした。うんね、やっぱつながりは大切かな、本当にそう思った今日でした。というわけで皆さんまた明日、じゃあね、バイバーイ。You as you drive, do you know I'm looking?